みんな上がります。従って実際に行った東電の試算に基づき遅くとも2002年末までに試算をすることができたと、そしてそうすれば対策を取ることができたとして予見もできたし結果を回避することができるというふうに認定しました。お疲れ様。今ね、お気持ちいかがですか。こんなありません。こんなありません。私らは結局の一人ですけど、本当にやっぱり私らの時代のその後のね、子供たちがやっぱり安全に幸せに暮らせる社会を作るのが我々の義務ですね。だからそういう意味ではやっぱり歴史的なと思います。あの勝訴だよ。まだ一節来た、まだ一節来た。勝訴勝ったの。いやーよかった。これは本当に夢でないことを祈る。夢でないべね。本当に裁判長が公平に本当に人間の心を持って下してくれたはんね、よかった。こないだ千葉があったから今日は嬉しい涙です。こんなところでほぼ国の責任については固まったまあまだ司法は死んでませんよ。